皆さん、こんにちは。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。松村雄基さんといえば、オールスターズ、カンパニー所属の俳優として、活躍しています。東京都立板橋高校在学中に、テレビドラマ、生徒諸君、で、俳優デビューしたことでも、注目されました。近年では、週刊誌、週刊文春で、氷川きよしさんとの噂も取り沙汰されていますが、今回は松村雄基さんの生い立ちを中心に噂話についてまとめてみました。ある時期、演歌界のプリンスこと歌手氷川きよしさんの周辺が騒がしくなっていました。以前発売された週刊文春が氷川きよしのホモセクハラ、暴力、創価学会強要、地獄と題した記事を掲載し、そこで元マネージャー男性が氷川さんから性的嫌がらせや暴力行為、創価学会への勧誘などを受けたと告白したのです。記事によると、元マネージャーは氷川きよしさんの所属するながらプロダクションに入社しました。その後、氷川きよしさんの担当になり、主に運転手役と身の回りの世話をしていたそうです。しかし、元マネージャーは掃除の際などに次のような場面を目の当たりにしたというのです。自宅では女性ものの T シャツにピンクのショートパンツという氷川さんの服装に違和感を抱き、女性用のパンティやシャネルの基礎化粧品が揃えられていることに衝撃を受けたといいます。これだけなら個人の趣味なのでとやかく言うことではないのですが、氷川きよしさんは男に興味あるねえ、物は大きいの、向けてるの、お兄は何で抜くの、竿が大きい方がいいよね、と元マネージャーに日常的に囁くなど、セクハラ行為に及んでいたとされています。さらに、元マネージャーは氷川きよしさんが逗子の別荘で恋人と密会する様子も目撃していたそうです。同氏も別荘での密会を確認しており、そのお相手は2010年に「お泊まり合い」をスクープされたこともあった俳優の松村雄基さんだったというのです。この時の告白記事で最も驚きだったのは、氷川きよしさんがまだ松村さんと切れていなかったということでした。スクープ直後、騒動の影響の大きさを恐れた松村さんが別れを切り出し、福岡空港にいた氷川さんが携帯電話で「捨てないで」と涙ながらにすがっていたという目撃情報もありました。しかし、一時的に疎遠になっただけで、この時も続いていたようです。以前に熱愛をスクープされた場所は氷川きよしさんの自宅でしたが、マスコミを避けるために逗子の別荘で逢瀬を重ねていたとは盲点だったと週刊誌記者は述べています。松村さんの所属事務所は同氏の取材に、宿泊はしたが氷川さんは友人の一人と答えており、交際は認めていないものの、逗子の別荘に泊まったのは間違いないようです。このように週刊誌週刊文春に報じられてしまった松村雄基さん、そんな彼のこれまでの生い立ちを探ってみたいと思います。俳優デビューした1980年代には伊藤和恵さん、鶴見慎吾さん、比企理恵さんらと共に大映ドラマの常連俳優としてTBS 系の「スクールウォーズ」「ポニーテールは振り向かない」「地兄弟」など数多くの作品に出演しました。俳優だけではなく、1981年に CBS ソニーからレコードデビューも果たしています。しばらく歌手活動を休止していたのですが、2006年に歌手ライブ活動を再開しました。2013年に26年ぶりのオリジナルアルバムをリリースしたことでも注目されています。また趣味も多くあるようで、剣舞家であり書家でもあります。30歳の時に早乙女玉館に弟子入りし、書をはじめ第17回東京書作展、東京新聞社主催にて内閣総理大臣賞を受賞しました。そんな松村雄基さんですが、幼い頃一家離散してしまうという経験をしています。物心ついた時には
2K 風呂なしの都営アパートで祖母と二人暮らし。大正生まれの祖母は礼儀作法や言葉遣いに厳しい人でしたねと松村祐樹さんは語ります。18歳から約20年間祖母を介護した経験があるそうです。中学2年生の時にスカウトされ、祖母からのやってみなさい、ダメならばやり直せばいいという後押しもあり、高校2年生で芸能界デビューしました。俳優業が忙しくなってきた翌々年、泊まりがけの撮影へ向かう前日、祖母が脳梗塞で倒れてしまいます。一命は取り留めましたが、半身麻痺と言語障害の後遺症が残り、一人ではトイレに行くこともできなくなりました。仕事と学校、介護にと追われる毎日が始まります。家を開けるときは近くに住むおばに祖母を見てもらい、帰宅すると交代していたと言います。トイレに連れて行ったり、理学療法士さんに教わったリハビリを一緒に試したりしていましたね。介助より思うように体が動かず、イライラした祖母と衝突するようになったことが辛かった。僕も未熟で余裕がなくてと当時を語ります。また当時の自宅には風呂がなく、4階から祖母をおんぶして近所の銭湯に連れて行っていました。祖母の生活は昼夜が逆転しがちになり、夜に何か話をしてと頼まれることも多かったそうです。よく昔話をしていました。話をしていると祖母の顔が穏やかになるんですと語ります。翌日が撮影の時は祖母相手にセリフの稽古をしていたと言います。ただこの頃はスクールウォーズの撮影中でした。不良役だった松村祐樹さんは祖母に向かってバカ野郎やこの野郎と投げかけますが、それでも笑って聞いていてくれたそうです。21歳で祖母と共に風呂のあるマンションに引っ越しました。同じマンション内に稽古部屋を借り、セリフの練習をするようになって3年ほど経った頃、警察署から祖母を保護していると連絡が入ります。部屋に僕がいないことに気づき、探しに出て戻れなくなってしまったんです。思えば認知症の症状が出ていた。その時もう一人にできないなと思いましたと話します。それでも2年間は2人で頑張ってきたが、限界が訪れました。そしておば一家に同居を頼み、おばとおじ、いとことの5人暮らしを始めたそうです。夜間は僕とおば、おじの3人交代で祖母の隣に布団を敷いて寝ていました。その頃には祖母はほぼ寝たきりの状態だったそうです。数時間おきに体位交換やおむつ交換、便秘の時は指を入れて書き出すなどをしていたといいます。認知症が進み、気に入らないと子供のようにダダをこねる祖母の様子がショックで叱りつけてしまうこともと語っており、ここからも精神的に限界の域まで来ていたことがわかります。優しくできず自己嫌悪に苦しんでいたそうです。4人で介護を続けて1年長、自宅介護に限界を感じた松村祐樹さんらはある決断をしました。おばたちと暮らして介護をしても24時間祖母と向き合っていると身内なので感情のぶつけ合いになってしまうんです。このままだとお互いに良くないとプロのサポートの必要性を感じましたとしています。その結論が特別養護老人ホーム特養への入所だったそうです。大好きな祖母を特養へ入れることに悔しさや情けなさなど様々な葛藤があったそうですが、その背中を押したのは祖母の一言だったと言います。祖母に話すと、いいよおばあちゃん行くよと優しく言ってくれました。特養に入ってからも松村祐樹さんは3日に一度は会いに行き、散歩や食事の介護をしました。入所から10年後、祖母は眠るように亡くなったそうです。僕はやれることを精一杯やったので後悔はありません。祖母と2人で暮らしていた頃、布団を並べて語った時間は幸せでした。今も忘れられない温かい思い出として僕の中に残っています。しかしそれは周囲の助けがあったからできたと語ります。おばたちに愚痴を言ったりねぎらいあったりすることができたことと
当時の事務所も僕たちに理解があって、仕事を続けられたことが大きかったです。もし、常に祖母と一緒で、助けてくれる人がいなかったら、逃げ場がなくて、耐えられなかったかもしれない。都営アパートでは近所の人が料理をお裾分けしてくれるなど、孤立感はありませんでしたと語ります。ネット上で、キーワードとして、松村雄貴の息子が自動で表示されるのは、検索数が多いことを意味するものです。ただし、松村雄貴さんに息子がいると報道されたことはありません。それでも、松村雄貴の息子が検索される一番の理由は、元キング&プリンスのメンバー平野翔さんです。平野翔さんが若い時の松村雄貴さんにそっくりなのだと言います。松村雄貴の息子かと思ったといった声がちらほらあるようで、それが原因なのでしょう。一応確認しておきますが、血縁関係はありません。2024年現在まで独身を通してきた松村雄貴さん、結婚しない理由についてはある演歌歌手の存在も話題になりました。それが冒頭話題にした氷川きよしさんです。松村雄貴さんと氷川きよしさんの話題が最初に報じられたのは2010年の週刊誌フライデーでの熱愛スクープでした。フライデーの記事では2人が連れ立って歩いている画像を掲載しています。氷川きよしさんが松村雄貴さんの尻ポケットに手を入れ後からついていく姿が映っていました。松村雄貴さんの所属事務所はこの報道の内容を否定しています。氷川きよしさんとはあくまでも友人だとコメントしています。加えてフライデー報道をきっかけに2人は別れたとの話もあったのですが、冒頭でも触れたように2014年発売の週刊文春では氷川きよしさんの別荘伊豆で松村雄貴さんと密会していたと報じられています。氷川きよしさんは2019年に雑誌のインタビューで、これからはジェンダーレスで活動したいとカミングアウトしました。それ以降はどんどん可憐で可愛らしく、あるいは綺麗なお姉さん化が進んでいます。また2022年12月で活動休止を宣言しており、松村雄貴さんと結婚パートナー契約に進むのではと SNS 上で話題になったのでした。松村雄貴さんが氷川きよしさんと交際を宣言したり同性愛者とはっきり語ったりしたことはありません。ですが事実上のカミングアウトではと話題になった出来事もありました。今回は松村雄貴さんの近況と私生活について見てきました。俳優としてだけではなく、2022年には事務所社長に就任した松村雄貴さん、社長として裏方や事務の仕事に触れるようになって初めて、いかに僕が何も知らずに楽に仕事をさせてもらっていたか実感しました。マネージャーや経理がどれだけ大変なことなのか、例えば舞台のチケット一つ取っても今まで丸投げしていたことをやってみるととても大変で、感謝の気持ちがものすごく大きくなりましたし、仕事への取り組み方も変わったと思いますと述べています。俳優、歌手、茶道、書家、そして社長業、活動の幅は驚くほど広いという現在の松村雄貴さん、いろんな仕事をいただけてありがたい限りです。でも還暦を機に今一度初心に帰って一から貪欲に進んでいきたいです。貪欲な松村をちょっとでも気にしていただけたら幸いですと語っています。松村雄貴さんは今めちゃくちゃ好青年、もとい推しがいのあるこうイケオジになっています。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。